次は野球だ。この野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。俺の魂をかけよう。やばいな。一般人を巻き込まないときっぱり言ったばかりなのに。お前が丈太郎に敗北した瞬間、わしがお前を叩きのめしてやる。忘れるなよ。丈太郎、何を試しぶりばかりしてるんだ。お前まさかそのひょっとしてこの野球ゲーム、いやテレビゲーム自体操作したことがあるのか。答えろ丈太郎。なに、野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。ふざけるな丈太郎。貴様何を気取ってるのだ。お前は自分の魂をかけたんだぞ。もう降りることはできないのだ。何を考えている、丈太郎。一体何を考えているんだ。あんたがいい人だからな。お互い数メートルぐらいの距離しか能力は届かないようですね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけです。